はい。まあ、このね、ちょっと茶化しましたけど、あえて。でも、この、アスカちゃんの、まあ、アスカちゃんオリジナルの、この歌詞の良さっていうのは、まず一つ、このリリースの見どころですよ、と。はい。で、もう一つは、楽曲の中毒性なんですよ。押したいところが。おお、アイブサウンド特有のやつですね。はい。ナミさんって方のね、作られる楽曲は、めちゃくちゃ中毒性があって、はい。ね、一時期ね、僕この曲、もう朝一からずっと脳内再生されて鳴りやまない時期があったんですね。あ、いやー、わかりますよ、ありますよ。あるでしょはう。ねえ、曲がね、一つの曲がずっとリピートして鳴りやまないやつね。い。そうですね。ねえ、僕、アラームはね、同じくナミさんが作曲された、レイローっていう楽曲がね、普段朝のアラームなんですけど、はい。レイローの鐘の音を聞いて朝起きて、で、起きたらすぐもうリリースのイントロが流れるみたいな、そんな時期がね、1週間、2週間続いたんですよ。ああ、僕もね、結構ありますよ。あ、一あり日ます？中同じ曲が頭の中に流れ続けるみたいなのがあって、最近だったら、その新曲じゃなくて、ああ、これ Spotify で聴けるやんってなって、聴き始めたら頭の中でずっと流れ続けたのが、稲葉浩志、あ、まあ、逆だ。宅松本フィーチャリング稲葉浩志の勝手に仕上がれですね。あれは名曲ですね。あれは名曲。宅松あ本れフィーは。チャリング稲葉浩志やったらただのビーズやんけって思うんですけどね。そう、そうなんよね。はい。タックの、オリジナルアルバム、そのコンピレーションアルバムの中に、稲葉さんを入れたから、タックフューチャリング稲葉になってるけど、もう単純にビーズの二人ってやつそうね。なんですよ。普通にビーズなんですよね。いや、でもあのねえ。曲がかっこよすぎてずっと頭の中で流れてて、大変でしたね。もう聞きたいみたいになって。いやー、わかります。もうね、早くイヤホンをつけて聞きたいってなりますよね。そう。いや、もう、どうしても聞きたいなら、もう僕と決闘ですよ。もちょっといいですか？一つ意見言っていいですか？はい。我々一応公認いただいてるチャンネルなんですけど、公認チャンネルがなんかもう佐藤飛鳥を独占しようとしてるっていうのを、アイブサウンド側がどう捉えるかですよね。もしかしたらですよ。もしかしたら、毎週毎週ね、エンディングでちゃんとアスカちゃんの曲流してる、まあ内容は置いといて、まあいい番組だなと思ってくれてるかもしれないのに、パーソナリティの一人が、おい、佐藤アスカ俺のもんだ、誰にも、こんなちょっと色っぽい声は聞かしたくないぞ、って強火なこと言ってたら、あーってなっちゃう。高さんも多分、あーって言いますよ。確かに、たかしさんにああって言わせたくないんで、それはもうちょっとやめときますね。そうですね。一応ね、買ってくれた人にもう特典でついてるんでね。まあまあ、ね、CD 買って、僕と決闘で買って、僕が認めたやつだけ聞けるようにしましょうか。まあ、いいけどさ、一 応いいいいけのど、かよ。よくないだろ。いいけど、僕はあれですよ、そのリスナーさん側に加勢しますよ。あ、一緒もにやっちまう、おうそぜ、んつっな。て。佐藤飛鳥を解放しようぜ、つって。やべえ、佐藤飛鳥解放戦線が出来上がってしまう。あいつだけのもんじゃねえからな、つって。みんなのもんだからな、アスカちゃんはな、つって。とりあえずさ、秘密の庭って曲さ、不思議の国がテーマだから、あいつ不思議の国へ落としちまおうぜ、つって。怖っ。で、一応、雄一郎に言ってあげます。不思議の国へ行ってらっしゃい。大丈夫。不思議の国、道案内は必要ないよ、つって。それはどういうことですか？ああ、よくぞ聞いてくださいました。これはですね、倉木麻衣サードアルバムフェアリーテールに収録されている不思議の国という曲の歌詞の一節でございます。次。はい。でですよ。ですよ。でですね。はい。はい。
もうね、考えてほしいのは、この高瀬さんっていうのが、まあ、ちょっとね、伝わらない人もいるかもしれないんで、ちょっと説明しておくと。はい。まあ、アニソン、ゲーソン界では、本当に大御所の人なんですよ。そうですね。ね。鳥の歌っていう楽曲の編曲であったり、レッドフラクションっていうね、楽曲の作曲であったり。はい。アニソン界に多大な貢献をしてきた、高瀬さんっていう方に、アスカちゃんは、自分の歌聴いてくださいって言うんですね。高瀬さんに自分のデモを渡せます？いや、まあ、それは、あれですよ。僕と雄一郎の中でのその高瀬さんって、やっぱ違うじゃないですか。はい、僕はそこまで、雄一郎ほどじゃないですよね。その高瀬さんに対しての思いって絶対に。はい。で、まあ自分が曲を作ってみて、あ、これいけるやんと思ったら多分僕は持っていけちゃうんですよ。おー、すごい。でも雄一郎は違うじゃないですか。もうだって、絶対的な存在だから、この人に、こう自分の作った曲なんて、こんなレベルの低いの聴かせるわけには、無理だな、みたいな感じになっちゃうでしょ？まあ、そうですね。まあ、だからね、まあ、でも、土井善晴さんに自分の晩ご飯食べてもらう。まあ、土井善晴でやったらいいかって感じですけど。ちょ、どうした急に。どうしたんです？え、何がですか？どうした？え、急になんか方向性変わったけど大丈夫ですか？土井善晴やったらええかもよくない。なんかちょっといい例えないかなって思ったんですけど、パッと出てきたの。土井善晴先生しか出てこなくて。いや、それ、まあ、まあ、いいけど、土井善晴やったらいいかはよくない。ほんまですね。それはちょっと舐めてるんで、今のはちょっと撤回させてほしいんですけど。はい。今回も最後までご視聴いただきありがとうございます。よければ高評価やチャンネル登録をよろしくお願いします。更新情報は X、旧 Twitter にて発信しています。ハッシュタグエアオシで検索してみてください。アカウントのフォローもよろしくお願いします。それでは今回はこちらの曲でお別れです。佐藤飛鳥さんで秘密の庭。